宇野辺駅は大阪府茨城市宇野辺にある大阪モノレール本線の駅。駅番号は18。開業当初の名称は茨城駅だったため JR 西日本の茨城駅と短距離での乗り換えができると勘違いする乗客が多かった。そのため、1997年の大阪空港、延伸時に所在地に合わせて宇野辺駅と改称した。 島式ホーム一面二線を有する公開機。改札口は2階にある1カ所のみ。ホームは3階にある。2019年時の1日平均乗降人員は7613人であり、大阪モノレールの駅全18駅中14位。開業後の1日平均乗車、乗降人員数の推移は、下表の通り。東西方向に、モノレール、近畿自動車道。 大阪府道2号大阪中央環状線が走り、南北方向には、府道14号線が交わる交差点を、茨城主下穂積一丁目交差点という。駅は、当該交差点から約200メートル西に位置している。駅は、大阪中央環状線の西行き車線の南側に位置する。駅の西側及び南側は、水田市東丹部との市境に近い。モノレール、 宇野変定留所、宇野変定留所、ありがとうございます。